3月14日に東京のイーノホールで行われた東京ゾリス展特別演奏会。次はヴィヴァルディの作品です。いろいろの楽器のための協奏曲調和の霊感作品3から第11曲二短調です。作品3は12の協奏曲からなっていますが、その中でこの第11曲は古い合奏協奏曲のスタイルで書かれた傑作です。ではヴィヴァルディ作曲合奏協奏曲調和の霊感から第11曲二短調。独奏楽器はバイオリン2本とチェロです。第一バイオリンはチェコスロバキア生まれのバイオリニストエーゲン・プロコップ。第二バイオリンは徳永久子、チェロ松岡洋平、この3人。そして合奏は東京ゾリス展です。
ヴィヴァルディ作曲合奏協奏曲調和の霊感作品3から第11曲二短調。ただいまの独奏者は第1バイオリンエウゲン・プロコップ第2バイオリン徳永久子チェロ松岡洋平合奏は東京ゾリステンでした。